アメリカのトランプ大統領と笑顔、そしてその次の瞬間中国の習近平と笑顔、まあ、こんな感じでね、外交をうまくまとめてきてくれたのはもう安倍総理しかいなかったんじゃないかなと。今ご覧いただいているような図ももう二度と見れないのかもしれませんね。